お疲れ様ですなんか昔の映画でねマージャン放浪記っていうのがあるんですよ浅川哲也さん浅田哲也さんっていう方が原作なんですけどね四季川部台っていうあなんかその直木賞かなんかの芥川賞かななんか作家の賞を取ってる方なんですけどもこの方の小説マージャン放浪記のラストシーンにですね、まあ、オチとしてこういう言葉があるんですよあのこのような敵のような仲間のような関係をって書いてあるんですよこれはどういうことかというと 1> 第1巻から第4巻まで主人公とそれを取り囲む人たちライバルたちのストーリーで物事が進んでいくんですねで仲間だと思ったやつに裏切られてはめられるのがまずスタートラインで博打ってのは人を食って自分が生き残ることだぞっていうふうにそこで教わるんですよだから信用したら負けなんですよね仲間だと思ったら負けなんですよでもそういうふうな強い相手を食ってやるぜみたいな競争意識で 共通項があるっていうのが小説をずーっと読むとね、分かってくるんですよ。心を許せない相手で、いつ自分がダマらから返されるかわからないし、こいつは自分の利益のためには、一時期自分を仲間だと思わせることすらやるんだ、みたいなことを骨身に染みて分かってるんですけども、だからこそ、こいつの行動が利にアルことによって、利用することもできるってことなんですよ。つまりは、自分に利用価値があれば、完全に値、えー、台しにしないっていうことを理解してるんですよね。 であとは自分が餌をちらつかせるとこいつは自分の意のままに操ることができるっていうところも分かってるんですよ。それがお互いにこうねやったりやられたりみたいな感じでいろんな他のライバルたちが、まあ、死に絶えていったりその世界から去っていくのをしりめにラストシーン最後の瞬間まで一緒に入れるその時に出たセリフがこの敵のような仲間のような関係をってことなんですよね。まあ、つまりねあのディベートがあるじゃないですかいわゆる論破大会みたいな。 あれはあれで生き残った者同士で一種異様な信頼関係があるんでしょうね。こいつはどういうふうな論法でいくとどんなふうに返されるかどんなふうに返してくるからこれそのためにどんな準備をしてい,いようって感じで相手の心理を読んで読んで読んで読みまくるからこそ相手の本音をつかむことができるみたいなね。じゃの道は蛇じゃないですけども。その辺に何か憎しみ合ってるはずなのにライバルがいなくなることへのような寂しさを 持っっててるなっていうのは昔からその「明日のジョー」みたいな、ね、ボクシング番組でもありましたけどももう憎くて憎くてしょうがない力士明日のジョー矢吹城がね力士をぶち殺してやるみたいな感じでトレーニングに励むわけですよで戦いを挑んじゃまたやられてでまた挑んじゃまたやられてみたいなことを繰り返して頭の中が力士それでいっぱいになるわけですよねそれである時プロのリングで決着をつけることになったんですけどもその時にやっぱり負けるんですよ負けけたんだけども 自分を打ちかましたその最大のライバル力士は無理がたって死んでしまう。自分の試合で死んでしまうわけですよ。その時にあれほど憎くて何度も何度も殺してやると思ったあいつが実際に自分の手にかかって死んでしまうと、なんだこの虚無感はと。いなくなったライバルのその大きさは何なんだろうかっていうふうに感じるんですよね。つまりは、あの、やっぱりこう、論争っていうのもね、一種ね、向こうが 強く立ち向かってくれるからこそ挑みがいがあるっていう形でお互いにやられてもやられてもやり返すみたいなところにまたねあ妙な共通項が生まれるんじゃないかなと思ってあのー、まあ「少年ジャンプ」もなかなか面白いなとこれは男塾のセールですけども「ヌ、ね、ー結構敵に回るとあんな足に恐ろしいやつはいないが味方になるとこれまた頼もしいやつだ」みたいなね。<laughs> だから強大な敵であればあるほどその強さを信頼して仲間になった時の信頼感はまた強いなっていうでももともと敵なんで警戒は解けないなっていうことですよねあちなみにルパン三世も最初は五右衛門とルパンってなんか憎しみ合う仲だったんですよねで旅を続ける中でまあ一種の仲間意識を持つわけなんですけどルパンファミリーって言っていざとなったら「ルパンお前の命をもらうのはこの俺だ他のやつに」 やられることは俺が許さんみたいな感じでねゴエモンが言ったりとかねなかなか面白い信頼関係だと思います、はい、マジャオロキ